メッセージを寄せたのは、県被団協の理事長や次代を担う若者など広島で平和活動に取り組む団体のメンバー17人です。広島から平和への思いを世界へ発信し、平和について考えるきっかけにしてもらおうと平和首長会議が制作しました。国連は毎年9月21日を国際平和デーと定め、世界の停戦と非暴力の日として、この日1日敵対行為をやめるよう呼びかけています。広島では2012年から平和首長会議の主催で、被爆者や高校生などが平和公園で記念の集会を開いてきましたが、高齢化する被爆者の健康面も配慮し、集会に代わるより波及効果の高い取り組みを模索。今年から新たに世界に向けたメッセージを発信することになったということです。